ちょっと今カムチェーンの調整しております。カムチェーンのテンショナーの調整をしております。でこのイオンというか2000から2500回転の前回のなんかこのイオン気になるなって、別にガチャガチャしてるなんか擦れてるとかキーキーになってる音じゃないから、まあ重症とかではないと思うんですよね。まあ気にしないでいいのかなって思ったんですけど、なんか気がかりなんです。1回目の時にはなんか鳴ってなかった気がするから。で何したかっていうと、カムチェーンのテンショナーの調整を行いました。おそらく張りがきついかもしれないです。だからねこれ1回今緩めた状態なんですけど、これってそもそもこれ中にスプリングが入ってこのテンショナーをなんていうかな、押し上げる力が働くんですよ。だから自動テンショナーですよね。で大体はここのバネが弱ってたりとかして、なんでこの押し上げる力が弱いから上からなんかドライバーとかで押し付けて無理やりこのなんていうのテンショナーを押しながら固定するみたいな調整方法が一般的らしいんですけど、多分ねそれがこの張りすぎかもしくは必要ないか、実際これあのエンジンオーバーホールした時にこれが実際こうちゃんとバネの力でこうグイグイ動くのは確認してたから、だからあの押さなくてもよかったんじゃないかな。でもう試します、今回3回目の走行テストは。だから例えば上から押さないでバネの力だけでテンショナーかけてみます。2回目の時はこの上からこの何だよキャップ開けてそこからつまみ押しながら、まあ、結局は自分の力でテンショナーかけて固定したから、それが逆にきつすぎて、テンションがきつすぎて何かしらのイオンが働くのかなっていうね、もしかしたらそれが悪さしているのかもしれないんで、今回はとりあえず1回リセット、まずテンショナーボート緩めて自然の、この状態で何回か回してこの自然にこのテンショナーが自分のバネの力だけで張れるように1回これでリセットして、この状態で1回スタートしてみてイオンが鳴るのかどうか確認してみます。3回目はそれで確認してみます。とりあえず変えた点としてはこのテンショナーの調整で、まあバネの力だけで自動テンショナーをかけてるっていう感じで1回調整してみて、走行テストでどんな効果が得られるのかちょっと確認してみます。じゃあ3回目の走行テストです。とりあえずあの LED でヘッドライトを普通の白いのに変え、白いのっていうのかな、普通のに変えました。イエローレンズはやめました、怖くてとりあえず今回またあのカムチェーンをちょっと調整、カムチェーンの張りか張りを調整し直してみてどう変わるのかもちょっと試してみます。試すってか今ちょっと暖気が32度ぐらいなんで全然温まってないですけど、とりあえずこの先のまっすぐのとこでちょっとこの針のこの調整後に音とかどうなったのかなっていうのをちょっと確認してみたいと思います。ただね今も走ってて音しなくなってんじゃねえかな、もう多分今にちょっとまだわかんねえな。でもなんか音なんか前回の2回目の時よりかはあからさまに変わった気がするけどね、なんか変わったっていうかあの音が鳴らなくなった気がする。ちょっと後で見ますけど、まだ暖気ができてないこの状態にしてもなんていうのかそのあのフンフンってあの音が鳴らない気がします。あとちょっと変えた点としてあの夜景色見せたじゃないですか、あの1番2番の若干濃い感じがするんで少しパイロットスクリュー 1.5 にしてます。だちょっと減らす感じかなにしてるんで、どうかのちょっと試してみます。3番4番がどっちかっていうとちょうどいいのかな、1番2番が若干黒目が強いから薄くしたらちょうどよくなるのかなと思って少しちょっと変えてみましたと。で特に今の感じだと、まあ、暖気がちょっと足りないんで重たいなって感じはしますけど走れないレベルではないかなっていう。しかしあれだよね、やっぱこの白い LED 白のなんライトにしたとはいえでもなんかすごい、でもあれかな、やっぱ Z が逆に爆光すぎるのかな、明かりが強すぎるというか、あびっくりしたなんか突っ込んでくるのかなと。だからあの Z が極端に明るすぎてなんかこれ物足りな感じのかな。一応これだったらまだ全然なんか明かりが見えるんだけど、あそう止まれよかっただからなんか暗い感じするんだよね。でもなんかあの2000のなんかヒュイーンって音が明らかに違う気がする。なんかなんとなくそれの原型みたいな音は鳴ってる気がするんだけど、とはいえねなんかあからさまにそれが弱くなった気がしますよね。どっかで止まりたいな。ちょっとその辺が、まあ、実際この暖気が全然できてない今の大体40度ぐらいの時と暖気し終えたぐらいの、おーっとちょっと行こうか、
うん、加速もそれなりにいいんだよね、こうやって暖気ができてれば。ちょっとこの辺で止まります。じゃあその行った先で行こうか、こっちいいか。でギアの入りも特に問題なしと。で今が前回が2000から2500でなんかヒルヒルヒルってだったんだけど、あ、これ乗らないな。なんか若干このそれっぽいようなのなってる気がするんだけど、いや、うん、ほらほらほら全然鳴ってないや。やっぱチェーンのあれか、張りすぎなんだ、カムチェーンの。明らかに音鳴んないしね今が。ほらなんか前回2000回転これぐらいの時にもうヒャン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 って鳴ってたはずなんだけど、ほらなんかなんとなくそれの元となる音みたいなのがうっすら聞こえてくんだけど、これだったら全然問題ないよねってレベルだと思います。じゃあ張りすぎなんだ、やっぱネット情報当てなんねえな。多分ね、ああいうネット情報ってその状態が古いというか、もう大体の4フォアとかがもう消耗しまくってるから、それが多分大体のなんていうのかな、じゃあ逆にこれ調子いいのかな、調子いいというか、あの何かしら中身いじられてパーツが当時のものから変わってるとかね。だから年式考えたら1回ぐらいオーバーホールとかが入ってる可能性も全然あるんだけど、もしくはそれが入ってて、もしくはそれ変えカムチェーンテンショナーが変えられてるとかね。大体あれなんか傷も全然入ってなかったし、だから逆に状態がいいから、いちいち自分でこのカムチェーン押してなんていうの、カムチェーンの針を強めた状態で張らなくても全然このバネの力だけで張って問題ないんだよっていう状態なんすかね。まあ後でまた温度がこの暖気して温度が高くなってきたらまた確認します。とりあえずバイクのことばかり考えてると運転に支障が出るからちょっと怖いから、ちゃんと前向きながら走りますが、とりあえずなんかこう気にすることがどんどん減ってくるから、なんか気軽にこう走りやすくなった気がする。うん、特に問題ないね。よし。ただやっぱあれだね、こういう明るいところに出るともうライトついてる気がしないよね。やっぱ Z の時がすげえ明るかったから、もう全然なんかライトついてて、なんかライトついてますって感じで、今もこうやって YouTube の動画で見返したらすごいわかると思うんですけど、めちゃくちゃ明るいんですよ。だからそれと比べてるから、こうやって一応明かりはこうやって見えるんだけど、こんなもんなのかね。なんか暗いなって、これそういうのなんか暗いなって感じするけどね。ほら前の人のハイビームじゃないからとかかな。なんかこのそれでも暗い気がしますけどね、この普通のレンズになったとしても。だその辺がちょっとまあこんなもんなのか、昔のやつだから電圧的に足んないのか。例えば電圧が 14.5 とかまで上がったらそれなりに明るくなるのかなっていう。おお、音良くなってくるな、どんどん。でもなんかね、やっぱあの2回目の走行テストってカムチェーン張りすぎてたせいなのか、なんかね、今ってもちろんまだ全然暖気はできてないんだけど、なんか2回目の時よりかはなんかまだ調子は早い気が、調子良くなるの早い気がする。なんか回した感じが、2回目の時ってまだこの辺でもなんか重たいなって言った気がするんだけど、多分カムチェーンが張りすぎて、なんだカムチェーンの回転が阻害されてたとかなのかね。まあ分かんないけどね。若干このヒーンって音はするんだけど、まあとはいえ2回目の時と全然違うよね。ちょっとそれもまた暖気終わったら確認したいと思います。若干なるけどね、まだ。でも逆にこれ自動テンショナーだからさ、逆にこの針を弱めようとするってなったら引っ張らないといけない。無理だよね、引っ張れないよね、そもそも。引っ張るにしてもこれ押す機構しかないからね。よし。だからそういう意味ではどうするんだろうね、この逆に針を弱めたい場合って。無理なんかな、そういうところは。こういうとこ怖いよね。よし。若干やっぱでも鳴るよね、2000回転超えてぐらい。でもなんかね、ちょっとこれ動画でまた見直さないと分かんないですけど、
あからさまになんかでも減ったね、音。もうすげえ気になってたけどね。なんかヒャン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 って、あ、なんかこれ、あれかロードスターかな。多分ね、あの暗くてあんまり分かんなかったけど、ロードスターっぽかった。よかった、よかったってなんだよ。ロードスター好きだから。1型高いんだよね、ロードスターの、その初期型の、なんていうの、リトラクタブルライトでしたっけ。リトラクタブルライトの方がやっぱかっこいいんですよね。あれがなくなったのって残念なんだけど、法的な問題なんだっけ。だからなんかそれが今じゃ廃止されてますけど、でも明らかになんか伸び違うな。3000回転でこんな速度まで出せたっけなってぐらいなんか今伸びますよね。やっぱあの張りが強すぎて、カムチェーン自体がまあまあエンジンがなんていうの、壊れるとかじゃないんだけど、やっぱ動力に無駄な負荷を与えちゃってるから伸びが悪かったとかなんですかね。まあカムチェーン的には良くないんだけど、とはいえそれに気づいてよかったです。だからそれがまあ今のところは問題なくなったよみたいな。若干なりはするんだけども、わかんないよねこれ。ただカムチェーンの張りすぎが原因だったってことはこれでよくわかったから、あとあれかな、馴染みなのかね。例えばどういう意味かっていうと、まあ一回例えばオーバーホールしましたってなると、前の人がちゃんと規定トルクで締めてないとか全然あるから、例えばその規定トルクで締まってない状態でこの使われていると、例えばこのあんまり考えたくないけど、このボディが歪んだりカムシャフトが変な癖ついた、歪んだ状態でくっつくと、だからこの当たる面が均等でなかったり、あとはそのカムシャフトが歪むことあんのかな。歪むって言っても目に見えて歪むとかじゃなくて、若干歪みが出て、あの一応大丈夫な範囲なんだけど、まっすぐ回らなくてその擦れるところがあるとか、だからその当たりが出るって言い方になるんですけど、当たりが出てきたらその辺がなくなるとかね、なんのかなっていう。あ、でも明らかに音違うな。おお。あ、でも伸びいいな。今もなんかたった60キロ、この音でたった60キロしか出てないっていうのがさすがいいよね、この使いやすくて。でもこういう明るいとこ来ると本当ライトついてなくないみたいな。でもついてこうやって見たらつくんだけど、え、ライトついてる大丈夫みたいな。だから怖いよね。だそただこのなんていうの、自分的に一番何がいいかってこの音なんですよね。音がいいし、だから速くないから、この音で60キロってなかなかこうなんていうのかな、速いっぽく走れるっていうのと、なんていうの、こうまあ単純に楽しい。おやっぱ回したくなる音するよねっていう。あ、でもこれだったらあの映像で多分見ても分かると思うんですけど、これだったらなんかまだいいかも。この光具合だったらなんかあの光の幅、イエローレンズで光の幅狭くて、なんかその照らしてる量が少ないっていうか、ちょっとあの人は行ってから行こうか。だから照らす量が少なくて、なおかつ狭い、まあ、光量も少ないし範囲も狭いから、なんか怖いんですよね走ってて。だからそれがないからやっぱいいなっていう。ちょっと一旦じゃあこの状態でまた止まって、この多少暖気ができてる状態になったらどうなるのかなっていう。でも音やっぱ全然違うな。でもなんか若干やっぱ鳴ってきた感じするね。やっぱちょっとだけなんか、ちょっと鳴るね。まあじゃああれか、まあもう鳴るのか、ひどくはないけど鳴るのか。おお、いいなパワー感。ちょっとあとあれだよね、なんかフィーリングが若干変わってきた感じは、そのカムチェーンの張りだとも思うんですけど、あとはこの年長1番2番だけちょっとジェット締めてるから、その辺が少し影響してんのかなっていう。まあその辺も含めちょっとね、どんな風になってんのかとか。やっぱり2000ちょっとなるね。なんか気にならないっていうか、気にしてるからだと思うんだけど、なるねやっぱり。どこでまた同じとこだと思ったらあれかな、うざいかな。でも3000くらい超えたらそういうの気にならないんだよね。音で気になってないだけかな。ここで止まろうか。よし。やっぱそうだね、なんか2000回転ぐらいのやっぱ上ら辺でなんか鳴る気がするね。よし。
ここちょっと魚っていうから怖いよね。で今じゃあ73度で、これだったらねなんかまだ許容だよね。で日線ちょっと上いかんか、ほら2500ぐらいいくともうないっていうか、なってはいるっぽいんだけどそんなに目立たないというか、3000だったらもうほぼ出ないみたいな。ちょっとねこれ2000のこれぐらいか、ちょっとこれまた音として映像でどうなってるかちょっと確認しておきます。大体これぐらいの音だったらまあ問題ないかなっていう、うん、そうだね、うん、これだったらまだいいんじゃないかな。よし、まあ気にはなるけどね、とはいえまあ許容でしょっていう、許容でしょというか多分なんかこう馴染みが出たら良くなるんじゃねえのっていう。おっとっと、よし、まあでもカムチェーンの張りが影響したってことはあるから、あれかな、やっぱカムチェーンのなんかこうやってなんか締めてるはずじゃないですか、なんかカムチェーンのこのテンショナーの役割して、この板バネみたいになんていうの、こうやってギュッてこう締め付けてるじゃないですか、テンショナーが、テンショナーのあれなんていうのかな、あれにカムチェーンが擦れてる音なのかな、まあ、結局擦れるんだけどね、テンションかければかけるほどあれが滑って、このなんていうのかな、カムチェーンのなんていうかルート、カムチェーンの道をこう滑らかにしてくれてるというか、おおおお楽しい音いいね、なんかフィーリングがめっちゃ合うけど自分の速度帯と、だから Z とかは速いからそこまで回せないんですよ、ただこれは結構回せますよね。で回した上でこれぐらいの音になってくれるから、これどうすんのか、ちょっと避けとこうかな、おっと大丈夫かな、よいしょ、左に行くから寄っとこ、こういうの気まずいよね、目の前に出るのって、まあでも左行くからねしゃあないわ、ワンちゃん、うん、やっぱ2000ちょっと前後はあれだね、うーんってなるよね、そこはちょっともうしゃあないけど、でもやっぱ若干なるよなこれ変わんないかな、うん、今の音は変わんない気がする、2回目と、でもなんかでもあれだ、今はなんないな、そんなに、なんか明らかにこの回したおなんかやっぱ暖気してる後のなんかこのフィーリング全然違うな、カムチェーンの針でそんなに変わるもんなのかね、あ、まあもちろん年長も変わってんだけど、おお、なんかやっぱ違うよね、ただこれってあの強制開閉式のキャブなんで無理にこうやってガバ開けしちゃうとやっぱこうかぶっちゃうから、そっちも含めそんなになんか無理やりこのグワングワンでできないですけど、かぶっちゃうから、あとちょっと焼け色とこも見たいしね、あんまり適当なこう走行して変な焼け色ついたら参考にならないから、とりあえず一般道はこうやって止まったり進んだりしてかぶりやすいっていうのもあるから、とりあえずもう普通に走って焼け色がどんな風につくんかなっていうのをちょっと見たいと思います。やっぱちょっと2000回転出るね、あーでも鳴るようになったな、おーでも3000ぐらいはもうなんないよね、2000から2500やっぱ変わんねえな、じゃあカムチェーンじゃねえのかな、でもなんやかんやこれでも気になんないよね、カムチェーンの音、じゃあ鳴ると思うんですけど、カムチェーンの張りが悪かったら、でも本当何の音なんだろうね、じゃあこれ、やっぱ4000、5000のところでも音いいよね、多分5000、6000、7000ぐらいは多分めっちゃいいでしょうね、音だからこの音が楽しめて速度出ないから最高ですよね、結局スピードオーバーになっちゃったら運転しづらいし、この美味しいところ使いたいって言ったってそこ使えるポイントはないから、一般道で Z の時とかはもうほんとそうだけど、だから何ていうのかな、
400cc くらいがやっぱちょうどいいんだろうね。なんか排気量マウントする人いたりするけど、中型が一番いいと思うんですけどね、自分的には。乗りやすく軽いしね、扱いやすいパワーぐらいだ。250はちょっとパワー足んないなって感じすると思うんですけど、だからなんていうのかな、400くらいはちょうどいいんじゃないですかね。そこそこパワーもあって、で小型でこうなんていうの、扱いやすい重さで、だから400ぐらいはちょうどいいんじゃないかな。だから乗ってる人いっぱいいるんでしょ、いっぱいいるっていうか中型、どっちなんだろうね、小型が多いのかな、250とか。人口どんだけ多いか知らんけど、でも400ってそこそこいるじゃないですか。なんか理由わかる気がしますよね。だから今まで 400cc とか乗ったことないから、自分小型か大型かしか乗ったことないから、この中型初めてなんですけど、中型がいいな、やっぱこうやって乗ってると。だ排気量マウントするやつセンスないよね大型だからって言ったって、自分もこうやって大型乗ってきた身としては、いや中型ぐらいが良くないみたいなね。だその辺はもう本当センスだよね。だ大型だからといって得することは特にないと思う。結局あの扱いやすさと自分が好きかどうかですよね。好きなバイクが大型だったら全然いいと思う。 Z もそうだったからね。だから好きなバイクがそうだからですよね。だからなんていうのかな、こう なんて例えたらいいんだろう。マウントされる理由がよくわからんよねな何の得があるのみたいな。だからなんていうのか、俺昨日何年食ったぜみたいなレベルですよね。だから何なのみたいなだからそれぐらいしょうもないというか、別にいいじゃん、その程度でなんか上に立ったつもりなのみたいなだからね、むしろこれぐらいがちょうどいい速度帯で扱いやすくていいんじゃねえかなって思うけどね。自分は好きだなって思いますけどね。むしろ大型よりもいいと思ってますけどね。いやしかしこれだったら、まあちょっとこのキュルキュル音は正直わかんない。こうやって今3000回転で今並走してますけど、特になんか変化っていうかなんか違和感とはしないですよ。これはちょっとこう落ちてきたら、今こうやって、でも2回目の時よりか多分だけど低いんですよ、音がね。気のせいじゃなく、だからカムチェーンの張りは影響確かにあると思うんですよ。うん、ただね、まあその辺結局根本的な解決ではなかったから、じゃあそもそも音が鳴るんだねっていう、いやそれはちょっともうよくわかんないです、原因は。うん、やっぱ2000から2500はもう回るっていうか音が鳴るんで、そこは本当に理由は不明です。とりあえずじゃあ、よし、いけるか。またちょっとここでチェックしようかな。ただ明らかに音は良くなった気がするけどね。ギアの入りめっちゃ良くなったよね。1回目の時は嘘みたいだけどね。じゃあ今が89、また90度で、もうでもなんかね、ちょっとこの、でもなるか、ちょっとは。うん。うん、まあ言うてても、うん、ちょっともうざっくりだけど、2回目の時よりかは、まあ、マシになったんじゃねえのっていう感じがすると思います。よし、じゃあ帰ろう。おー、いいなおー、いいね、音。ちょっとあの、だからタクシーがちょっと怖いよね、タクシーだと。で特に被る感じもないので、だ回せば前回とかにはしてないんだけど、速度に合ったというか、ちょっとずつこう回してってるから、一気にガバ開きはしてないけど、とはいえこの後になんか被ってるって感じでもないから、まあ調整状態としてはまだいい方なのかねっていう、うん、やっぱ2000回では急に急になるね、うん、でも特に被りはないね。よいしょ、これだったらもっと走りたいけど、まあ一回も今日は100度は行ってないんだけど、今回ちょっとあんま止まってないからかな、止まってないから100度まで行ってない、まあ大体100度近くはなったけど、とはいえまあカムチェーンの音の影響がしてるっていうのはなんとなく分かったから、まだいいかなっていう。で後ろにタクシーあるの嫌だよね。
よいしょ。これ2000前後のこのヒャン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 って、イオンではなんかそのいやこれやばい絶対ダメだろうって音じゃないからね、それがなんか気持ち悪いよね。治るんだったら治るんかなみたいな。よし、はい、じゃあこれで OK です。おおいいな、やっぱ90度ぐらいの、おお音いいね、やっぱこのこのカットの時の。でもこれダメだ、ちょっとここ交番前だからあんまり飛ばせないな、ここ30キロ道路だからね。はい、じゃあそんな感じでした。いやー、まあ、特にこうやってまあその変な音は鳴る、変な音でこのイオンじゃない、イオンになるレベルじゃないんだけど、まあ多分これからなんか乗ってきゃ消えてくんじゃないかって、カムチェーンの張りってのは分かったんで、まあその辺はまあ多分馴染みの問題で消えていくだろうと思います。あとは焼け色っすかね、見てみてどんな感じなのかちょっと確認します。じゃあご清聴ありがとうございました。